なにこれ、怖い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 。でもそういう、もう何話したいかったかわからん、もうはぁはぁはぁのせいで。あえてるんか誰か、これおぉ、だからもうだからお家言いますけど、まあでこの友達がやってないよって言って、でこのまあその友達も体調悪くなって、なんかもう2人トイレ行っちゃったんですよ。2人トイレ行っちゃって、俺もう1人でも怖いじゃないです か結構もうこの公衆トイレも古い感じなんですよね。古い感じでもう俺ずっと怖いなと思って、ずっと外で待ってたら、山の奥からバーってなんか人影みたいなのが降りてきて、はいはいはい、おなんか来た、なんか来たと思ったら、普通にランニング中のおっさんでした。そこはこの心霊スポットでも有名らしいんですけど、こういう発展場としても結構有名みたいですね、末吉公園。はあはあちょうだいはあはあちょうだい一言言っていい？はい。引っ張りすぎ。じゃあもう長い俺も思った長い。引っ張りすぎ、引っ張りすぎたな。ダメよダメよ。一回さ、じゃあ CM 行って、はい、 CM の後、はい、僕がお手本。おお、いいんすか。こういう話はね、やっぱりちゃんと雰囲気作ってやらないと。あ、いいっすね。じゃあちょっと楽しみにしてましょうか。じゃあ CM 行きたいと思います。 CM 楽しみだ。デコボコの時一番最初はやってた。階段話。あもう本当にそれ、本当に心臓悪いからそれ。一昨日このパチパチという。いい雰囲気ね、また。なんかこれ後ろのこっちバーンとか手とかついたら面白いですけどね。まあ、ちなみに、はい、まあここでこういう話を続けると、はい、まあ酔っちゃうけどね。ああやだ、じゃあもうやめよう、もう電気つけよう。帰りそうなんだけど。電気つけよう、もう。まあ昨日もさ、なんか、うん、俺がこの地下駐車場に車止めてて、なんかまあせっかくだから、せっかくだ。お前でっかいな、お前ちっさいな、デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、では時刻は午後、いや午後じゃない、深夜11時33分回りましたね。はい、ということで今日は2人でお届けしておりますけど、はい、宮健と私キャンですね。はい、お送りしております。キャンでお届けしておりますが、ここからはさっきの宮健くんのね怖い話がしょうもなかったので、おいちょっとねお手本見せないとダメだなと。ああ、いいですか。はい、しょうもなかったんで。しょうもない強調しないでいいよ。ポンコツがしょうもなかった。ポンコツのしょうもないは一番傷つくからやめてくれ。じゃあやっちゃいましょうか。いや、お願いしていいですか。はい、キャンの怖い話。やってんなこれ、やってんな、ちゃんとやってんなこれ。ということで、はい、ここからはキャンの怖い話していきたいと思います。はい、じゃあまず始める前に、おどれぐらい、どれぐらい、どれぐらい怖いのがいい、どれぐらい怖いの、じゃあ辛さで、はい、表そう。あ、1辛がいいのか、はいはい、中辛がいいのかとか、10辛がいいのかとか。はいはいはい。ああ、でも選べるんすかこれ。選んでいいよ。ああ、マジっすか。うん、ああ、でもなんか程よいのがいいな。では、じゃあ7から行ってもいいっすか。7から、じゃあ結構怖めなやつね。結構、じゃあまあすぐにまとめられるようなやついきましょうか。はい、7からなんで、はい、じゃあこの話かな。お、 FM ギノワンの女。何それ、 FM 気の湾の女。
はぁはぁ知る、はぁはぁ知る。 FM ギノワンにはいろんな噂がありますが、おお、はい、これは実際に私が体験したお話でございます。はぁ、ちなみに私、はい、FM ギノワンに勤めまして2年が経ちました。うん、2年前の6月自習期間1ヶ月、おその後7月から一人立ち、うん、夜は一人のスタッフとして働いています。はい、はい、その研修期間1日目に起きた出来事です。え、実はですね、はい、こう FM ギノワン、はい、出るという噂があるのご存知ですか？なんかちょっとだけ小耳に挟んだことはありますけど、まあ、スイッチマーマーさんとか、はいはいはい、はい、来てましたんで、うん、らしいですね。はい、あの、まあ、どういう方なのかっていうのは後で知ったんですけど、はい、まあ、初めて来た時緊張してね、うん、こうやって、まあ、機械も触るもの初めてじゃないですか。はい、そうですね。もう右も左も分からず、はい、Mac というコンピューターも初めて触って、お、まあ、どうして使ったらいいんだろうってドキドキしながら一日過ごしても疲れるわけですよ。うん、まあ、疲れますよね。そしたらまあ深夜、はい、まあ、一緒に帰りましたけど昨日、うん、あんな時間に家に帰るわけですね。はい、して、まあ、家に帰るともう疲れてるんで、うん、もうそのままベッドインして、はい、寝ちゃったわけですよ。お、ただ私の部屋がですね、はい、ドアが壊れてて、お、完全に閉まらないんです。はい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 、結構もうキッチンから見える状態で開いてるんです、うん、はい、なのでベッドでは寝ずにルーフがあって、おお、はいはい、階段で登って、うん、ルーフの中で今寝ているんですけど、はい、だからルーフに飛び込んで、はい、その日は寝たんですが、が翌日、はい、朝起きた時におはようっつって起きて、うん、ご飯はーって言って、はい、あ、今作るってうちの母が言うんですけど、うん、あ、そういえば和真さん聞きたいんだけど、はい、昨日女連れてきた？え？え？って言われたんですよね。え？どういうこと？まあその時は、はい、まあ別に連れてきないけど、おお、まあまあまあそうですよね、あ、そう、うん、みたいな、こんな軽い会話だったんですよ。はい、まあでもこっち出るっていうしな、まあそういうことかと思いながら、おーおー、その時は聞かなかったんですよ。はい、そしたら、まあ、まあスイッチマーマーさんがいるっていう話もあったし、うん、だからちょっと詳細知りたいなって思ったんで、はい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 、後日、お、母親にそういえば2週間ぐらい前、うん、こんなこと言ってたけどなんでそう思ったんって言ったら、はいはい、いや、なんか部屋の中に髪の長いシルエットがあったから、うん、あ、女の人がいるって思った。おー、怖っ、え、怖っ、って言われました。だから今日行くはず、俺んとこに、うん、やだーやーだー、何それ。まあ、ちなみにね、後日まあまあさんに相談したら別に悪い子じゃなくて、はい、今もいるんですよ。何FM ギノワンこのフロアに女の子が一人いるらしくて、このフロアにですか？はい、若い女の子がいるらしくて。まあ一番のリスナーさんですよね。まあ、まあ、言わばヘビーリスナーさん。そうそうそう、我慢できなくて中まで入ってくるんだって。いや、すごいすごいな。そう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 、観覧席で我慢してくださいよ、本当に。だから別に悪い子じゃないよって言ってたから大丈夫。怖いって。でもだからここにいる子なんだけど、はい、だから新しい職員さん入ってきたからどうなんだろうって気になって家まで着いてたんだよ。ああ、ついてきた、言ってました。だからその1回きりですね。あ、それだけなの？それだけ、それだけ。あ、じゃあまあまた一緒に出勤してその時に帰ってきたと、はい、そういうことです。じゃあ今聞いてるって。そうそうそう、電気つけません？なんで？いやいや、ちょっとなんそう、なんかもうここにいそうだもん今。いや、画面に映ってくれたらどんだけ可愛いのか 見れるな。違う違う違う、そういうことじゃないじゃん絶対。え、若い女の子よ。若い女の子だったら幼稚来ていいよじゃん。可愛かったら来てって言うじゃん。まあ言いますね。最高じゃん。じゃあ来ていいよ。じゃあもう、ね、
来てください逆に。あのちなみにこの子がまあいるって言われたから、はい、まあ、スイッチママさんにね、お、まあ、夜ねこの片付けの時に僕あのコップとか使われたコップ洗ってるんですけど、はいはいはい、女子トイレで洗うんですよね。お、なんか必ずコンコンして入るようにはしてます。何のデリカシーだもそれ。失礼っつって。いや知らんけどなそれは。いやだって女の子には気使わないと。ジェントルマン、ジェントルマン、いやジェントルマンじゃないよ、ジェントルマンとかじゃないんですよ、怖いから。だからこういう風に簡潔にまとめた上でちゃんと怖く話さないと。あーちょっと勉強になりましたこれ。さっきの長いよね。長いよね、さっきの長いよね。死にダメ出しされるでしょ俺。ツイキャスの皆さんにも聞きたいんですけど、どっちが面白かったですか、はい、もうそんなの聞かんくても分かるだろ。やんなやんな、そんな投票制で。どんだけ俺を傷つければいいんだ。あまあまあこんな感じで。あーちょっと怖いな。もっと聞きたかったら別にもっと怖いのもいっぱいあるよ。もういいって、もうお腹いっぱいよ。10から余るよ。10からはもうこれで7でしょ、うん、俺の体感の辛さ13からよ今の。そう7からよ。10もう 6超えてるもん。じゃあもうじゃあもうこの際なんでもう10いっていいっすか。10いく。はい、10じゃあ行って、はい、一回 CM 行って、はい、でまた後半今度は三宅くんの何かやりましょう。ああそうっすね、はい、そうそう、もうこう怖い話はもうこれで終わり。これで終わり本当に。じゃあタイトルコールからいきますね。はい、キャンの怖い話。ここだけムカつくんだよな。じゃあ次は、はい、名護の女で。名護の女、名護の女の話をしたいと思います。ああ女系多いな。実はですね、はい、僕名護に住んでたんですよ。ああらしいですね。あの大学時代4年間、はい、アパートを借りて、うん、その時に経験したお話です。お、実は、はい、名護に住んでる4年間の間で、はい、僕はもう幽霊見なくなったんですよ。おお。それまでちょっとね、あちょっとなんかあったんですよ霊感的な、はいはいはい、見たりとかってすることがあってたまたまとか、はいはいはい、ああ今のなんか消えたなとか、おおっていうのあったんですけど、それ以降亡くなった理由のお話をします。え、はい、はいはいはい。まず1年目すごい怖いことがあって、おお1年生の時に、はい、自分はあの1階の角部屋に住んでたんですけど、おおまあ、その日はたまたま寝苦しくて、はい、暑いわけでもないのに、うん、なんかうなされて眠れない、なんかこんな時って、はい、なんかあれだよ嫌な感じだよなって思いながら、まあ、寝よう寝ようってやってたんですけど、はい、パッて気になって時間を見たら、はい、2時15分。お25分結構深夜っすね。牛蜜時、はい、ああ嫌な時間だな、うん、怖いな怖いな、あれ10時って思いながら、はい、自分一人暮らしの時にカーテン閉めない派だったんですよ。おー、はい、すりガラスなんでどうせ中見えないしと思って、そしたらパッて外を見た時、はい、なんか嫌な予感がしたんですよ。おー嫌だな嫌だなと思ってパッて見たら、はい、スッて肘から上の腕が出てきて、ゴゴ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 窓叩き始めたんですよ、はい、はっきり見える手がね。お、怖っ怖っ。したらイライラして、はい、え誰だと、おお人の家にこんないたずらしやがって。おお、まあまあまあそれ怒るわな。で角部屋なんで、はい、こいつちょっと死なしてやろうと、うん、走行ピストル持って、いや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 恐ろしいな。玄関から回り込んだ。キャンさんが一番怖いわ。いやすごいよ、戦われてすぐわーっつって回り込んで、誰だこの野郎っつって言ったら、はい、誰もいなかったんですよね。え、ああそういうやつだってその時思った。ああ悟ったんだっていうのが、こういうことが結構あって、ああこの寮で、寮というかまあアパートで、はい、ああアパートで、はい、はい、で4年生の時に一番もう最たるものがあったんですよ。お、人生で初めての金縛りにあって、でその寝てるベッドがちょっと高いんですよ、はいはいはい、で足元にはあのこのキッチンにつながるドアがあって、うん、でそこを開けていつも寝てるんですけど、はい、その日
寝てたはずなのに、はい、パッて目が覚めて体が動かなくて、うん、あれこれやばいやつだ、金縛りってやつだと思って、うん、初めて怖っ。そしたら下を見ると、はい、そこから目が離せなくなって、え、なんで段差があるからベッドの下見えないでしょ。まあそうですね。で金縛りだから動けなくて、はい、なぜかそこから目が離せない。おあ、なんかやばいやばいって思ってたら、うん、スーッて髪の長い色白の女が出てきて、うん、こ、こ、あ、怖い怖いって思ってたら、うん、いきなりふわっって足を掴まれて、おはっって起きてっていうことがあった。怖っ。それからというものを、はい、私は死んだ人間の方が強いなんてインチキじゃんと、おうおうおう、生きてる俺が強いに決まってると思って、はい、絶対負けんやつさと思ったら、うん、見えなくなりました。結局気持ちの持ちようやし、これという話ですね。あー、金縛りか。いやでもこれこう本当に怖くて、マジ佐渡子みたいな女に捕まれて、うわ怖っ、おーやべえ、これこれ本当にやべえやつやんと思って、はいはいはい、負けてらんないと思って、へへへへへ、勝ち負けじゃないんすよそれも。当時体脂肪率 3%、 いや知らんよ、やこんなやつに負けてたまるかと。いやいや、あれはもうそういう物理的なやつじゃないんすよ。俺今脱いだら絶対いい体してんぞって思いながら、いや知らんよ、やだからこんな状態で彼女いないのに死んでたまるかと思って。っていうので、うん、まあ、はい、一応見なくなったっていう話ですね。僕金縛りは結構あるんですよ。金縛り結構あるの？結構あるんですよ僕。へえ。最近はなくなったんですけど、結構小学校から中学校に上がる頃とか、うん、中学校上がりたてとか結構あって、うん、1回だけそういう体験したことがあって、金縛りの、この金縛り僕かかったんですよ寝てたら。ほうほうほう。でもまあいつものことだから、まあ動かないのは全然あれだったんですよ。もう苦じゃなくなってて、あ、今回も金縛りだなと思って、僕このロフト、ちょっと上にロフトがあって、そこに僕部屋作って寝てるんですけど、ロフトのはしごのところでずっとなんかタタ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 タってなんかずっと上り下りしてる音が聞こえて、あーなんか誰か登ってきてんなと思って助けてもらおうと思ったけど声出なくて、タタ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 どんどん大きくなってきて、どんどん近づいてきても分かるんですよ、目も開かないから。そしたらなんか急に目が真っ赤になって、あーってなって、あーってなったらもう一応溶けたんですよ金縛りは。はいはいはい。で次の朝、まあ普通に僕犬飼ってるんで犬の散歩してたんですよね。はいはい。そしたらこの、そしたらあのよくお葬式の看板とかあるじゃないですか。はいはい。お葬式の看板があって、そこにあのその案内を ちょっとこう案内に向けて僕歩いて行ってたら、あの僕ん家のちょうど後ろの家がちょうどお葬式やってたんですよ。じゃあそろそろ CM 行きます。じゃあそろそろ CM 行きましょうか。じゃあ CM です。はい。怖いもん。怖いよ怖いよ。呼んでいきましょうか。怖いよ怖いよ怖いよ。三宅のポンコツぶり怖いよ怖いよ。おい、そっちかい。おい、そっちかい。おい、だって怖いじゃん。怖くねえよ。怖いよ。怖がるな。だって一人で回せないし。回せるか俺が。回せるわけないだろ。まあ、隣でガヤガヤやってたい人なんだよ俺は。そうなんだ。あ、スプリームさん、ナゴのゴナゴ、進撃のメイちゃんさん、面白いし怖かった。チャンさんの話怖いな。マキさん怖い怖い。メイちゃん、進撃まーす。デコカイリです。ボコリョートです。デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、ということで、はい、はい、ということで CM 開けましたけど、怖い話どうでしたか皆さん。
怖ーい。あなたがやってたんよ、8割は。怖い。待って、もあれめっちゃ怖い。ちょっと待って待って、怖い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 現象。待って待って待って、ちゃうちゃう、黙れ、一旦黙れ、一旦黙れ。あれ一人増えてない。おはようございます。あれあれあれ、誰誰誰。どうも天の声のりょうとです。あ、りょうとだ、天の声だ。電話つなぎました。すごい。はい、電話つなぎました。りょうと、今日、今ですね、動かしているんですけど、おお、今大キャンさんにお願いしてスピーカーで、うん、もうお前がポンコツぶり発揮したっていうことで、なんかあの怖い話。ええ、ボケやばくないかお前。ボケが思いつかんかったよ、ずっと。まずよまずよ、俺もあの台本とか作ってないからわからないんだけど、あのこのネタとかね、長いって感じるわ、まあ。おい、おはようございます。押せえ。いやいやいや、普通に押せえ。本当に来ないつもりだったんだけど、 お前がアタフタしてしん、なんかもう心配になって。当たり前だろお前。来ちゃったわもう。はい、じゃあエヴァさんの、画像を。お前絶対見て。本当にもう本当に見て。ああ、かわいい。よっしゃ、もう終わったから帰ろ。もういとけよ、もうずっとお前これ見たからには。おい、来ちゃったよもう。これ見たいがためだろお前、どうせ。でも俺はお前のために来た。うちの相方どうなってるか、もう絶対ツイキャスも見てないぜ。いや、そりゃそうだろうな、あいつはな。わからん、帰り来るかもよ。あれ、この10分後。あ、嘘、本当に電話してないね。あ、そうだ、ちょっとじゃあ帰りに電話してみるか。帰りに電話してみましょうか。エマさん見とくから。エマさん見るな。おお、俺一人いじめできると思ったのに。これさせるかお前、絶対や。帰りにじゃあお電話をしてみたいと思います。画像これだけ、これだけ、これだけ。ああ、もう嬉しいな。はあ、じゃあちょっとりょうとさんに、りょうとさん、かいりさんに電話してみたいと思います。はい、つながるかな。出ないか。出るかな。出ないな。出るかな。出ないね。出ないな。それが帰りです。完全に放棄してんなあいつな。でも、レレレの親父？デレ、ね、デリヘルの親父？デリヘルの、レレレの親父？レレレの、懐かしいな。お出かけですか？じゃないよ。お出かけですか？懐かしいな。今日ほんとキャンサーいてよかったな。当たり前だろ、おい。ほんとに何もできないからな、俺一人で。こんなことすんなよ、絶対。いや、まだやるわ。やるな。絶対やるな。俺はお前のところにいっぱい来たから、あと10回はやろうかな。ストックめっちゃ溜まってる。楽しかった今日。ごめんなさいキャンさん、もう来ない子か迷ったんだけど、もう俺明日埼玉飛ぶのよ。まだ準備もしてないけど、準備してる途中にお前がもうあたふたしてたから、よしもう行こうやさって思って来たばよ。あと3分だよ。お前エマさんの写真見たかっただけだろどうせ。うん、うんじゃないよ。あ、ちなみにメールね、もう1つ来てるから。もう1つ来てるよ。あと2分しかないから読みましょうよ、お前。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、2分前にちょっと。帰りから。お。もしもし。帰りくん？はーい。今日のラジオはどういうことですか、これ。はい。今日、あなたの担当の日ですよね。ラジオ。はい、知ってます、知ってます。はい。あ、知ってます。あ、はい、知ってます、知ってます。どういうことですか、これ。あー、これと言いますと、どういう、何がちょっと不満だったのでしょうか。もう、ラチアカンから切るよ、もう。っていうことで。はい。メールが来てるようなんで。メールが来てる。ちょっとメール、こいつの電話より全然メールが大事だよ。メール読みましょう、メール。三宅さん、
キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。二十歳になったので、大きな目標を教えます。お私は大きな目標があります。はい。緊張して家族以外の人と話せないので、少しでも話せるようになることが大きな目標です、うん、と言っても、場面緘黙なので、目標達成できるか不安です。いやいやいや、ね、もう、奈々ちゃんも二十歳になって。ね、一緒に喋ってみたいよね。ね、ちょくちょくラジオ、あ、ラジオ、うん、こうライブとかもね、ね、来てくれるから。ね、その時ね、うん、ぜひぜひ、みんなでおしゃべりしましょう、奈々ちゃん。そうですね、ちょっと、それはね、うん、本当に喋りたいですから、普通に。普通に ね、ちょっと、マジで、僕たちも喋ったらいっぱい喋るので、うん、まあ、俺も喋りかけるので。本当か？喋ってるよ、ななーんって言ってるしそうね、たまに来てくれるんで、うん、よかったらぜひ声かけたり声かけるんで、よろしくお願いします。もうこいつからまた最後にじゃあ17秒で帰りの声聞きますか。じゃあ帰りももうあと10秒だから何か言って。おっぱいは2個あります。はい、ありがとうございます。最低だな、これ面白いな。面白かった。うー、今日どうでしたか、やってみて。最低だな。最低だよ。こっちはブリッジ感最高だわ、お前。お前、本当は俺もう今日やばいよ。やばいんだよ、お前。何時に何時に飛ぶの？あれ、明日7時には行くわ、俺。マジで？やばいな。すごいよ、本当に。ねえ、カナさんとのタッグも見たかったんですけど。そう、見たかった。鈴木カナはやばいって。ね、ちょ同期なんだけどさ、うん、同期やね。最初入ってきた時に、うん、綿貫に、カナさん初対面の時、うん、いきなり顎殴られたからね。すごすぎるよエピソードが、お前そんなエピソード話せよ、お前沖縄の怖い話よ、お前や宮城の怖い話。なんだかお前。へへへへ、うるせえよ。もう、エガさん、もう、あれ？これ見た？これはあの別番組の。あ、別番、ああちょっと違うの見られちゃった。これダメよ。ごめんなさい。ダメよ。ごめんなさい。これダメよ。俺全部見ちゃったよ、お前。戻しなさい。俺全部見たよ、お前や。戻しなさい。ツイキャスに戻しなさい。エガさん、かわいいな。美人だな。うん、アップすんなよ、ちっちゃい、お前これは俺でもやろ、お前印刷、印刷すんなよ、お前、おい。そうそうそう、今日はありがとう。戻しなさい、戻しなさいって、よく聞いてよ、お前。戻しなさい。いや、今日も楽しかった。そのまんまを捨て去りなさい。本当に打ち消しなさいだ。わざと言ったんだわ。うわもう解放されたから俺何でもできる今。びっくりした、朝から最初。なんでさ、オフトーク面白いのにさ、本番ポンコツない？だから安心安全だからさ、もう。だから、りょうとくん、小村ゆりさんから話が降ってあったのよ。ねえ、らしいね。そう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 、らしいね。俺も聞いてなかったな。めちゃさ、何の話してたのかな。ねえ、うん。なんか質問があったって言ったね。後でちょっと聞いてみようと。うん、よっか。ああ、楽しかったね、今日ね。ねえ、お前、ラスト10分前にしか来てんだろ、お前。よかった、今日ちゃんとできて。できてないのよ。できてないのよ、ちゃんと。まあ、忙しい中、ありがとね。あ、あなたの部屋の中はどうですか？ですか？一応、YouTube に上げてあるから、後で確認してみたらいいよ。僕の部屋の中、一応、本当に、うん、AV がちゃんと綺麗に飾られてる。何本ぐらい持ってんの？300本。すごいな、うん、すげえ。だ最近あのメイクマンでさ、棚も買ってから衣装ベアモールあるわけさ、ちょっとした、はいはい、その部屋に棚も並べてさ、ちゃんと熟女は熟女で書いて、すごいな、ノリはノリで書いて、乱行は乱行もので書いて、ちゃんと全然させてくれるもん。でも本当にいいやいいや、全然1週間200円ぐらい。そういうこともやっておりますけど、僕は。はい、何の話だろう、これ。どうでした今日ですか？うん、あの俺今日営業終わりで、うん、本当に急いでもうダッシュでだよね。そう来たのよ、うん、
だから亮とも遅れてくるっていうからちょっとそれまでまあ 俺が遅れたらいけないしさ、はいはいはい、急いできてギリギリでついて、うん、もう一応お前が遅れた時のために俺ツイキャス見てたよだからなかったら俺が電話しながらもう電話で初めてのラジオやろうかなと思ったくないだすごいな、うん、来なければよかったわだ俺はだから来てくれて安心したよ、ちょっと。10分前だったのに誰もいないから大丈夫かなーって思ってたよ。怖かったよ、お前、本当にね。ムッキー、ムッキーも来ないし。本当にな。今日もありがとうございました。ありがとうございました、皆さん。じゃあ、ばっかやりますか。どうも、週刊文春です。あ、OK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 、ポンコツらしいですけど。おい、どうですか。違う、言うな言うな言うな、そんなの、おい言うな、帰れ帰れ、そんなことない。言うな、帰れ帰れだね、大丈夫なんですか。そんなことないです、そんなことないです、全然。どのあたりが大丈夫、大丈夫なんですか。どのあたりか、どのあたりとかでもう見たら分かるでしょ、大丈夫なの、全然。見た目で分かんないですよ。うるせえ、もう帰れ、もう決まってるのは、そこだけですよ。瞬間文書帰れ、うるせえな。今日、知ったわけで、なんかいつもつけてね、シャツをつけて、そこだけ決めてるのに、ポンコツじゃないですか。ポンコツ言うな。ポンコツ変えるもん、瞬間。どうですか、ゴリゴリの陸上自衛隊に彼女を寝取られた時はどうでしたか。おー、その気持ちは聞くな、絶対に。その気持ちは。ゴリゴリの韓国人と寝取られた時は。俺の方の話はするな、絶対。心の中にずっとしまってるから、それは。みんなポンコツって書いてるでしょ。殺す殺すって言うな、絶対。そら絶対に言うな。ギリー絶対に言うな。今日はありがとう。ね、もう皆さんありがとうございました、聞いてくれて。聞いてくれてありがとうございました、今日も。じゃあもう一回ですね、さっき言った怖い話をちょっと。なんでやらや、もうやらんよ。もうやらんわ。よーいよーはちょー。楽しかったね。いみちりろーさんがたまちゃんどー。でもまたお前のところ、俺つい来るから来週もお前たちもしかしたらいないかもしれないでしょ。そうだね、来週ももしかしたらお前たちいないかもしれない。来週、俺コルタラ来るよ。絶対来ないやつはこれ。あ、俺もコルタラ来るよ。あ、違う、キャンさんも必ずいて。キャンさんは必ずいてください。俺もコルタラ来るよ。コルタラ来るじゃない。コルタラ来るはもう9割来ないやつだから。9割来ないやつのメンジだから、それ今日は頑張りました。なんでお前の達成感に満ち溢れてるの。ありがとう、ありがとう、気持ちの一票を。ありがとうございます。しげの呼び捨てすんな。山さん知ってます。私も見れたら見るって見てください、山さん。よかったね。ありがとうございました。来週じゃあ、来週、今日ですね、こういう形の放送をしちゃったので、はい、FM ゲロワって普通は見れるんですよ、観覧できるんですよ。おー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 
い、ぜひ。お土産でもらったんですけど、インドネシア人から。全然美味しくないですよ。美味しくないの私どうするの。仏さん、仏さん、バイト先のインドネシア人を狙っているこっそり男がいたんですよ。なーにー、やっちまったな。男は黙って違法ビザ。男は黙って違法ビザ。やぶせないよ。なんだろこれ。気も出来上がった。ずっと出来上がったら。皆さんありがとうございました。ぜひ明日、はい、明日じゃない、次はで、でこぼこのラジオの時、観覧来てくれた方には、はい、ごめんなさい、ちょっとご心からないんですけど、ちょっとだけでもいいので、お土産あげます。お、いいなら、あげますんで、ぜひ来てください。キャンさんも今日ありがとうございました。ありがとうございました。一番頑張ってたのはキャンさんです。そうです。お待たせしました。エマさんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週も、なんか、写真待ってます。お願いします。ということで、
以上、デコモコトラベリングのビッグスモールでした。